ハスキーの動画見て笑ったら寝ろー。何分耐えられたかコメントしてね。昭和女学生風ハスキー。だいたいこんな髪型してたイメージがある。ハスキーの目が生きてないよ。何かこんな格好させられたんですけど。毛が赤かったら赤毛のアンがこんなイメージかも。はしゃぶ子マイペースな子。騒ぐ子ハスキーたちの横でマイペースな子。ハスキーマッマ、あんたはいい子ね。いろんな性格の子がいて面白い。マッマは大変だけどな。水気持ちよすぎー。ハスキーは毛皮着てるから夏は大変。水遊び最高。楽しそうだな。後から拭くのが大変だう。ギャグ味が増してるハスキー。怖くはないな。そう？ニッコニコで刃物持って迫られると怖いぞー。来ちゃってる感があるかな。大型犬は恐怖感よりギャグ感が大きいかも。ノリノリハスキー。リズムに乗って体揺らしてるのすごい。お尻フリフリよ。手が細かくて好き。ヘッドホンつけるのがすごいよ。ハスキーと女の子は遊ぶのが大好き。ハスキーはこんな感じで、いつも全力。泥かぶりすぎやろ。テンション爆上がりやんけ。毎回こんなに泥まみれなるとか遊びに本気すぎやろ。女の子も全力で付き合ってあげてて楽しそうでいいな。ワイもこんな泥まみれになりながら遊びたいわ。サマーカットしたハスキー現実が受け入れられない。ハスキーのプライド、ズタズタやろな。サマーカット、思ってたのと違ったか。涼しいけど、心は寒いってか。ハスキーは、何かおかしないか？鏡見るたびにショック受けてそうやな。猫さんに毛づくろいされてヘブン状態のハスキーさん。猫さんに毛づくろいされてとろけてるやん。ヘブン状態通り越して魂抜けてそう。犬のくせに猫に甘えすぎやろ。こんなんワイもやってほしいわ。ハスキーさん、完全にとりこやんけ。親子そっくり笑顔のハスキーさん。やっぱり親子やな、どっちもイケメンすぎ。この親子、悪さしそうな顔してるな。こんな親子に囲まれたい人生や。子犬に優しいハスキーさん。優しすぎるハスキーまるでお兄ちゃんやん。ギャップも優しさがにじみ出とるやん。ハスキーさんの優しさにワイも癒される。いっぬ、アホの子だった。でも可愛い。かわよよ。ワンカスはアホだにゃん。ハスキーはアホの子やから仕方ない。悩む暇もなくパクーで笑う。かわいすぎやろ。絶対に帰りたくない犬さん、見つかる。これは帰宅拒否犬。絶対に帰らないという意志を感じる。ハスキーっぽい。仲良いな。飼い主舐められてるけど犬は幸せやろこの関係。スタジアムで野球観戦を楽しむ犬さんたちがこちら。これは MLB 犬。MLB 犬、かわいい。こういうので良いんだよ。ハスキーさん、雪の中でご満悦。これは雪気持ち犬。したい犬。寒くないんか？穏やかで草。凍っちゃうべや。怪我はあるから人間で言えばコート着たまま転げ回る感覚やな。されるがままのハスキー。やめろー。アホメンすぎるー。ハスキーもう好きにしてくれ。無抵抗ハスキー。そのアホメンがたまらん。いっぬ。盗み食いがバレてしまう。あかんやろ。無事そうやし、お友達を家に連れて行こうとしたんかしら。まさかの現行犯逮捕。これでシラを切るつもりか。こんな優しいガルガル見たことねえよ。怒りながらイチャイチャすんな。お前、ほんまは仲良くしたいだけやろ。なんやそのツンデレ感。顔が怖い。
ハスキー犬、顔がアホすぎる。絶対アホだわこいつら。あかんやつやん。ディズニーのキャラにいそう。かわよ。子供のお世話をするハスキー。俺はいつでもお前を殺すことができるけどなって顔してる。見た目は狼に近そうに見えて全くそんなことはなくて、かなりのバカ犬がハスキー、一番狼に近いのは柴犬という。ハスキーも近い方ではなかったっけ。そもそも遺伝子の話で気質とは大して関係なさそう。だがバカな子ほど可愛い。 Y の家のハスキーも雷に驚いて脱走したけど、木の根っこ引きずりながら帰ってきたわ。イッヌさん、ご飯の時間なのにご主人が倒れたんを。疲れてなかった飼い主。人手なし犬。草。ハスキー早く起きるんを。もうこれ半分読めやろ。起きへんかったらどつかれそうやな。ハスキー寝坊は許さんで。毎朝ハスキーに起こされるのはちょっと命がけ。起こし犬。礼儀正しいワンコが撮影される。こんなお手伝いしてくれるなら掃除も楽しくなるわ。イッヌここにあると邪魔やろ。途中で靴振り回して遊び出すのがハスキーやろがい。イッヌ、めっちゃ水を飲む。キャワ。溺れる溺れる。飲んでなくね。水中のブクブクで遊ぶとかワイの11歳頃レベルの知能あるでこいつ。かわよ。俺はやるぜ俺はやるぜ。ハスキーイッヌ、思ったより狼犬じゃなかった。顔がなんかアホそう。狼ってこんなにでかいんか。柴犬が一番狼に遺伝子近いんじゃなかったっけ。めっちゃビビってて可愛い。もののけ姫じゃん。ザリガニ警戒犬。暇そうでいいな。犬の手がごつすぎない。言うほど警戒してるか。ハスキー可愛すぎる。可愛くてどうする。可愛くないのが可愛いんや。ハスキーはめっちゃ可愛い。欲しい。自分から車のトランクに乗るハスキーさんが可愛すぎて草う。可愛すぎて草。可愛すぎんよ。かわ存在。ハスキーさん、ご主人に甘えようとした結果。かわよ。器用やなぁ。しっぽかわよ。かわいい。いいなぁ、大型犬欲しくなる。ハスキーさん、虫持ちの移動屋台を盗んでしまう。自転車こいでるのはおかしいやろ。さすがにフェイクニュース。人間より頭良くない？ソリみたいに引いてるんじゃないのかよ。シベリアンハスキー、食べ方が汚すぎる。ワンカスはクソだにゃ。最後いきなりキチゲ解放来たんやろな。食べ方の問題やなくてクレイジーやろ。ガが強すぎる。大型犬の唯一のメリット、器がでかいはどうしたんや。ハスキーさん騙される。チャンスタイムや。バレてるやんけ。子供寝かしつけた後のアイアン。そりゃ匂いでバレるやろ。イッヌさん、トウモロコシが大好き。かわよがすぎる。モロコシ犬。クソかわよ。途中からはしゃぎ疲れて草。かわいい犬。息切れしとるやん。モロコシ犬。ひとかすぶすイッヌ。楽しそう。毎回同じポーズで後部座席におるの。草生える。草。一生してるの草。何時移民とか散歩サボってそう。イッヌと一緒に遊びたいわ。ハスキーさんかき氷になってしまう。かき氷犬。ワンカスほんまかわいい。アホ犬バカ犬ほんとかわいい。ハスキーにはこれぐらいがちょうど良いんやろうな。イッヌさん、飼い主さんの筋トレに付き合う。これはお手伝い犬。すげえ。やさく。優しい世界。こイッヌの身体能力。最後縦回転う。あーって声出ちゃったよ。これでなんともないのすげえよな。ハスキーこいつ楽しそうやな。真似したろ。あーかわいいよいい。多分ハスキーじゃないけどかわいい。アオリ犬に見えなくもないよ。俺はやるぜ俺はやるぜ俺はやるぜ。休日のパッパ、マッマに怒られる。かわいそう。カマキリかな。別に悪いことはしてないのに。最初から最後まで肩身が狭い。シベリアンハスキー、案外しょぼかった。かわよ。メガガンギマリじゃねえか。あわわわわわわい。
発情期の猫やんけ。これがあんなに大きくなるってすごいよな。坂道をそりで滑るのに失敗したワンちゃんが可愛い。そっちはアラスカンマラミュートかもやね。かわよ。ハスキーとかいうめっちゃ頭が良い。ぬ。自分で鍵を開けられる模様。ふーん、ワイなら手で開けるから網に挟まらないけどね。ハスキーはアホで有名やぞ。買うならレトリバーだよね。最近ハスキー見かけたわ、かわいい。ワイの方が賢い。いかつい顔してるけど気のいいやつよね。やっぱ声低いん。見た目怖くて無理だ。人間ポメラニアンとハスキーをミックスしたら可愛いやろな。矢印これを。いっぬこんな姿になっちゃった。かわいい。かわいそう。どうやって合体させるんや。早食い防止犬。すごい。ほえ。わろたかわいすぎ。俺は最初の勢いも嫌いじゃないよ。専用の皿買わんでも石でいいんやな。今殴ったらどうなるんやろばし。猫っは。サイコパスの顔しとる。なんでこいつらいつもガンギマリなん。いっぬさんおやつどこに入ってるんやろ。よし、こうや。豪快すぎて草う。草。賢い。全然見てないの草。強い。いっぬえー、ワイのベッド、根っこに取られとる矢印これう。いっぬ。かわいそう。うちのシェパードも隣の柴犬にどつかれるとしょぼーんしてる。ハスキーさん、根っこを撫でてみた結果。これはドキドキ犬。ドリフのコントみたいにゃん。なんでもう一回撫でようとするんや。ハスキーさん、おやつに心を奪われる。これはガンミー犬。この人間後ろの犬に操られてそう。この人東出に似ててかっこいいと思う。ガンギマリー犬。目が言ってるやん。くさ。動画始まった瞬間に吹いたわう。山安風のイケメンお兄さんで草こういう犬種なのかね。なんじゃ移民みたいな犬さん、見つかるー。なんじゃ犬。くさ。それはちょっと違うやん。これ大好き。新婚さんの根っこと犬。仲良すぎー。かわよ。見てるだけで幸せ。かわよ。あつあ、ああ。ワンもニャンもかわいい。イッヌさん、やらかしたのがバレる。これは反省犬。やばいことやった自覚あるのかわよ。愛せるバカ犬。早い犬とち犬。くさ、いちいちおめめつむるのかわいい。やっぱ犬にも俺みたいなやついるんだなって。これは嫌って。どこで育て方を間違った？なるが来るがやん。これ好き。イッヌさん、滑り台で遊んでご満悦。楽しい音符。楽しそう。尻尾フリフリがかわよ。体ブルブルさせてるしめっちゃ興奮してるわ。自分から滑りに行ってるんかこれ。何匹いんねん。堕落したイッヌ見て落ち着け。なんやこいつ。かわよ。わいこんな感じ。でも毛がないんだよね。ウキーイー。わいと同じようなことしてる。あーもう息すんのもめんどくせえ。ハスキーさんあはは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 。矢印これはやらかし犬。楽しそう。そんな力あるんか。ハスキーはあかん。ハスキーさん、両手に猫状態になる。これは羨ましい犬。柴犬かな。すれたい嫁よ。みんなそれぞれで温かそうだな。ええー、なぁ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。